こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は電子レンジでしっとりホクホクにさつまいもを蒸してみたいと思います。用意する材料はさつまいもです。さつまいもは皮ごとよく洗ってきています。これにしっかりと濡らしたキッチンペーパーを巻きつけます。さらにラップで巻いていきます。これを耐熱皿の上に乗せて600ワットで1分半加熱します。このまま出さずに200ワットで10分ほど加熱していきます。では取り出します。中まで火が通っているか竹串を刺してみます。しっかりと下まで通ったので中まで火が通ってます。もしこれで硬い時は30秒ずつ様子を見ながら加熱を追加してください。では割ってみます。こんな感じで電子レンジで加熱をしてもパサパサならずしっとりと仕上がります。それではしっとりなっているか試食してみます。うん、しっとりしてて甘みもしっかりあります。普段の電子レンジでそのまんま加熱するとパサパサして甘みがなくなるっていうことが多かったので、今回はキッチンペーパーを濡らしてさらにラップで巻いてという感じでしっかりと水分を与えてゆっくり加熱をしたので、中までしっかり火が通ってるのに水分が飛んでいなくてとっても美味しいです。このまま食べてもいいですが、少し冷まして冷凍にするというのもすごくいいと思います。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。